の現象水です。コウジャです。ヤマトです。カオラです。死ぬ前に正解したいクイズ。イエー、死にたくない。今回はめちゃくちゃハートフルな企画。はい、ハートフル。これ知ってますか？はい、はい、はいはいはい、マイバケツツリスト。死ぬ前にやりたいこと、例えばね、スカイダイビング人生で一回はやっときたかったなみたいな、ああいうのを自分でまとめてリストにしたものをバケツリストと言います。はいはいはい。今回はクイズ版のバケツリストということで、死ぬ前にクイズで正解したい答えの単語リストを事前に聞いてきました。1人5個ずつ選んで3人分混ぜました。おー、なるほど。こちらにくじがあるんですよ。一般的なポリバケツのことをくじと呼んでいる。くじだよ、くじ。あ、バケツリストってことだ。そうそうそう。マジのバケツじゃない。ここに1から15までのくじが入っているので、出てきた問題を出題します。くじに比してバケツがでけえ。正解でプラス1ポイント。後藤は今回どうでもいいので反省してください。あ、じゃあ今日は超運ゲーだね。あ、まあ基本的にくじで出たら絶対言う。一問一問楽しんでください。オッケー、じゃあ。オッケー、オッケー、オッケー。くじ引きますよ。おっしゃ。8番の問題を。8番の問題。1問目参ります。問題。タイプはゴースト。アストラルビット。正解。おっしゃ。おっしゃ。これはあれだ。あれだね。無理だね。無理だ。温度差がすごい。やった。めっちゃ嬉しいこれ。おめでとうございます。じゃあ次の問題。すごいことなんだけど、アストラルビットクイズ正解する。何がすごいのか教えて。いや、で、アストラルビットっていうのは、バドレックスってポケモンがいてね、そのポケモンのバトルで。まず、単語がわかんない。答えね。なんか全部だ。全部だ。わかんないよ。アストラルビットってポケモンの技名です。アストラルビット。アストラルビット。ゲームダックで前にポケモン配信をやったことがあるんですけど、その時生放送の時一番活躍したポケモンがバドレックスのポケモンで、それの一番強さがアストラルビットってことで、めちゃめちゃ好きなんで、いつかそれクイズ出たらめっちゃ正解したなと思ったら今できた。なるほどね。これは嬉しいわ。そうだね。うん。タイプはゴースト、威力は120。ゲームポケットモンスターシリーズでバドレックス（括弧黒馬状の姿）だけが覚える技は何？はい、ああ、みんな喜んでるのって嬉しいね。めっちゃ興奮してめっちゃ叫んじゃったね。いや、これ喜びだよ。いやいや、すごいですよ、本当に。こんなに喜ばれるんだったら、この喜びをもう一人で。よし、じゃあ次行きますか。はい。嬉しかったわ。もういいよかな。なんか、この気持ちをこのなんか、今味わっちゃっていいのかなって気持ちするよ。すごいウィニングランドだよ。何周すんねん、競技場。問題。なぜ山に乗って、うわやられた、どうしよう。マロリー、正解。やだー、やられた。やられたね。やられましたね。え、これ、え、もしかして、もしかしてこれは私の問題。しかもなんなら俺はちゃんと問題文も指定してて、なぜ山に登るのか的な感じのみたいなのはが欲しいと。そのままで。まあまあ押し負けた。この人はまあクイズにとってもよく出る。そういうみんなの競争率が高いような問題を取ってなんぼだなっていう。そしたら今日も競争率が高く、そう、別の人が答えたと。お見事。なぜ山に登るのかと問われ、そこに山があるからだと答えたエピソードが広まっているイギリスの登山家はジョージ・マロリーでした。この山というのが元の英語だとイットなんですけども、このイットはエベレストを指していたという話がありますね。そうですね。 Because it is there って言ったんだね。問題。いつまでも結論。小田原表情。正解。おー、なんでな。いつまでも結論の出ない話し合いのことを豊臣秀吉に責められた北条氏の行動に由来する言葉で小田原評定でした。本当に懐かしいんですけど、僕と山本さんが一緒に Q 様に出た回がありまして、ね、一緒にタクシーで向かってたんですね、うん、そのタクシーの中で、うん、小田原評定が出るかもねって、そっちを戦国時代のテーマだったから、ね、最後この問題取ったらもうほぼ勝ちみたいな状況に俺が出て、相手がカズレーザーさんが出て、ちょうどその時いつまで経ってもっていう感じの始まりで小田原表情が出たんだけど、押せなくてその問題取られちゃって、それで最後そのせいで逆転負けしたって回があって、
めちゃめちゃ悔しかったから、いつかどっかで小田原表情また正解したいなと思ってて、後ろでさ、歌って見ててさ、あー頑張れコウちゃん出てる出てるぞっつって問題、3ヒントクイズです。お1、人口74,000。はい、館林市。正解。無理だっつ無理だっつ俺この形式で出されたらマジで館林市の人口マジで館林市にもそんなしかない俺ぐらいしかそのちゃんと覚えてないから。群馬県のこの都市はどこ。正解は館林市でした。この問題で勝つビジョンが見えない2人は俺が館林を提出してるということまで推測しなきゃ無理だね。地元なんでね。うーん、いや館林が答えはないからなかなか。やっぱその館林出身のであなたの方とか向井さんとかね、そういうのはあるけど、館林が答えてなかったんでちょっと一回答えてみたいなと思ってたんで。おー、確かにね。問題、作中屈指の名言として人気が高い。あれ、本当か。どっちだ。一番大切なものは目に見えない。正解。あぶねえ。いや、ギリ。いや、僕のじゃないと思う。全然あった今。俺も。俺の持ってるやつがあって。俺の手札は絶対これで始まるんだよ。ああやば。だから誤答しなくてよかった。誤答した瞬間にダンス一問返された。そう。で激振りなの。これどういうこと？いやまあ星の王子様のね、うん、登場する名言なんですけど、ね、幼少期に、まあ、星の王子様ミュージアムって思い出があって、うん、それすごいなんか今でも印象に残ってる好きな言葉なんですよね。じゃあまあ別にポイントとかもいらない。いや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 。作中屈指の名言として人気が高い小説星の王子様で狐が別れ際王子に言うセリフは、一番大切なことは目に見えない。うん、いいセリフですね。いいセリフね。うん、問題、3ヒントクイズです。うわ、反応し正解。よっしゃー、出してるんかい、出してるんかい。みんな同じこと考えてる。じゃあこれ人口引き分けクイズだったんだこれ。そうだ。1番、人口78,530。大台は合ってんだ、同じなんだ。面積 193.05 平方キロメートル。レジャー施設メッツァが位置する埼玉県のこの都市は飯能市でした。やっぱ自分の市は出したかった。そうね、なんか思い出ありますし、あんま早押しで正解したことなかったし。いやでもすごいな、この順番で出されたことによって3ヒントクイズですって正解してる。なんか本来の趣旨となんか結構ずれてる気もするが、これで嬉しいのか。問題、デイリーポータル Z のライター堀がマニアとして知られるスジャータメイタイヤジス。何やったー。何やったー。なんだかもう分かんない。これはね、やっぱり一回答えておきたいと幼少の右利より思っていたんだよ。あ、デイリーポータル Z のライター堀がマニアとして知られるスジャータメイラクグループのトラックに書かれていることのあるかな5文字の言葉は何。正解はタイヤジスです。ああそれ逆から読んでるの。あれ読みはスジャータだから、うん、本来的には筆記でしか出せない。そうそうそう。マニアとかいるの。何マニア。タイヤジス撮るマニア。あのタイヤジスの写真を撮って、あのデイリーポータル Z にいくつも記事を。最初に俺もやっぱこれクイズにしたいなって思うのよ。あるあるだから。でも誰も出してくれないから、あの出る時を待ってたわけ。ついにね。ついに出た。楽しい。よかったね。気持ちいいわ。リーチ変わらずですか。うん、俺らはね。もう俺は押すしかないから。問題、ドラフトで1位指名されると佐々木久人。正解。あーなるほどね。よっしゃ。ドラフトで1位指名されると M リーグ全体で最初に100万上がりを成し遂げた麻雀セメダルマの異名を持つ
コナミ麻雀ファイトクラブ所属のプロ雀士は佐々木久人さんでした。はい、これね、あの決めポーズですね。ファイトクラブの2021年3月ぐらいに麻雀を初めてやって、そこからめっちゃハマってるんですけど、最初にすっげえなと思ったのがこの佐々木久人選手。超憧れの選手なんで、あの答えられてめっちゃ嬉しい。最初ドラフトって聞いて伊沢さんが野球の問題とか出したんかなと思ったけど、あ、俺も出してたわ、ドラフトが行われる問題と思って正解しました。すごい、なるほどね。こうちゃんがこうちゃんの問題を4つ取って、4点勝ちっていう。おめでとう。まあ、これってなるかね。よかったこれは。人生で達成したことは割と達成した。達成したね。気持ちよさそうな4本だったね。うん。4-2-2だったから、バランス的にはそんなに悪くなかった。うんうん。出題のね。ちょっと半分こうちゃんだったけど、まあ、それぐらいは運のね、誤差だ。8問使いまして、はい。あと、皆さんのお宝が7問あるんで、この後、サムちゃんでやっていきましょう。やらないやらないやろ、供養しない。絶対やろ。はい、で今日はね、バケツリストでね、はい、やってきたわけですけども、やっぱ自分の答えたいクイズをね、答える経験ってなかなか、ぜひ皆さんもね、クイズずっとやってるといいですかね、自分の好きなものとか答えるチャンス来ると思うんで、いっぱいクイズで楽しみましょう。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャンネルのフォロー、ゲームだけ、モノモチャンネルフォローもよろしくお願いします。それでは、さよなら。さよなら、青にして。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知もオンにしてください。概要欄にね、Twitter や LINE アカウントの情報などもありますので、チェックしてください。それではまた、次の動画でお会いしましょう。